発達した温帯低気圧温帯低気圧は相対的に軽い暖気が髪型へ重い寒気が下方へと移動する際に解放される位置エネルギーによって発達する低気圧のことである赤道からの暖気と両極からの寒気が温帯気候の地域で接触しこの種の低気圧は主に温帯で発生するためこの名がある英語ではエクストラトロピカルサイクロンや MID, ラチチュードサイクロンという呼び方がされる。地球の熱周支的に見ると、熱の供給が過剰な赤道地方から、熱の放散が過剰な極地方への熱の運搬を担っている存在である。温帯低気圧は、北半球では通常その中心の南東側に温暖前線を、南西側に寒冷前線を伴う。発達した低気圧では、 寒冷前線と温暖前線が中心付近から結合し、中心もしくはその近くから閉塞前線を伴い、その先から温暖前線と寒冷前線の二つに分かれるという形態をとることもある。温暖前線においては暖気が寒気の上に這い上がり、寒冷前線においては寒気が暖気の下に潜り込んで暖気を押し上げるという形で上昇気流が発生している。 この上昇気流に伴って雲が発生するため温帯低気圧では中心付近だけでなく前線付近でも天気が悪い。典型的な低気圧の構造や発達の様式を記述したものを低気圧モデルという。温帯低気圧のモデルの代表的な例としてノルウェー学派モデルとシャピロ・ケーサーモデルという二つのモデルがある。一般的によく知られているのは ノルウェー学派モデルである。1920年前後に、ノルウェーの気象学者、ビルヘルム・ビアークネスを中心とする学派によって、提唱された、低気圧モデルである。この時代には、高層大気についての観測データは、まだ少なく、地上観測でのデータを中心に構築されたモデルである。古典モデルであるが、低気圧の実態について、 よく説明できるため現在でも広く定期圧の説明に利用されている。ノルウェー学派は暖気を持つ中緯度高気圧と寒気を持つ極高気圧の境界にできる艦隊前線上で発生する渦と考えた。艦隊前線の一部で暖気の勢力が強まるとその部分は高緯度に向かって 移動し始め温暖前線となり、一方寒気の勢力が強まると低移動に向かって移動し始め寒冷前線となる。こリよりの力によってこの空気の流れは回転させられ、東側の温暖前線と西側の寒冷前線の境界で北半球では半時計回転の渦ができる。これが低気圧の中心である。なお、 熱帯低気圧が中緯度まで北上し、温低化することで、温帯低気圧に変わることもある。発達した、温帯低気圧温暖前線においては、相対的に軽い暖気が、相対的に重い寒気の上を這い上がり、寒冷前線においては、寒気が暖気の下に潜り込む。これらの運動により、重力による位置エネルギーが減り、その分が、 空気の運動エネルギーに変換される。その結果、低気圧の渦の回転が加速される。それに伴って、低気圧の中心気圧も低下する。この過程が進行するにつれて徐々に低気圧の南側に存在する地上が暖気で覆われた部分が減少し、寒気に覆われた部分が増加していく。これは、天気図上では、 温暖前線に寒冷前線が追いついていくように見える。そしてついには低気圧の中心に近い部分では、地上からは暖気がなくなってしまう。これを閉塞という。しかし、低気圧の前面と後面の寒気は、もともと遠く離れていた場所の空気であるので、ある程度の温度差があり、前線が残る。この前線は、閉塞前線という。 イギリス付近の温帯低気圧の天気図。L は低気圧の中心、青の矢印は風光。閉塞した低気圧はもはや発達するためのエネルギーを使い切ってしまっているので、徐々に地表との摩擦などにより渦運動が弱まっていく。閉塞前線の前後の空気の温度差が小さいため、徐々に温度差は小さくなり、閉塞前線も消失する。 こうすると低気圧は、艦隊前線から切り離された、艦気内の渦となり、さらに衰弱して、やがて消滅する。ノルウェー学派は低気圧の発生の原因となる暖気と、寒気の南北への移動は、前線の南北の風速の差が大きくなると、前線面が不安定化して発生すると考えていた。この説を前線波動説という。しかしこのような原因からは、 実際の低気圧の発生過程を説明することはできなかった。1940年代後半にジュール・チャーニーやエリック・イーディは前線の南北の温度差が大きいと地上と上空の風速の差が大きくなって不安定となり南北への気流の蛇行が起こることを発見した。このようにして生じる気流の南北への波動を軽圧不安定波という。現在では 上空の偏西風に発生した、軽圧不安定波が、地上の前線と相互作用して、低気圧が発生すると考えられている。トラフでは、東高度面において、東側に、暖気遺流があり、西側には、寒気遺流がある。暖気遺流の下では、清水圧平行の関係から、気圧が減り、その低気圧に対しても、同様のことが言えるので、 上層の低気圧は西に傾くように下層に伝播し、低、トラフの東側の地上には低気圧ができる。これを、軽圧不安定波という。トラフの東側やリッジの西側、ジェットストリークと呼ばれる上空の強風帯の上流の低緯度側、下流の高緯度側では、軽度風と地高風の風速の関係により、気流が発散している。すなわち、 気流の密度が減るので、これも低気圧の発達に寄与する。また、地表摩擦の影響を受け上昇気流が発生する。有効位置エネルギーの一部は、延直方向の循環による運動エネルギーに転化されるが、大気下層に、明瞭な前線がなくても低気圧の発生によって、新たに前線が発生することがよく知られているように、温帯低気圧にとってそのことは、 本質的ではない。温帯低気圧は、有効位置エネルギーが水平の渦運動に転化される、ことにより、高気圧とペアで発生し、寒冷前線や温暖前線はあくまでも、摩擦収束によるフロントの強化で発生するものである。上空の気圧の谷の周りの気流と地上の低気圧の周りの気流が結びつく、結果、低気圧の周りには、 主に三つの三次元的な空気の流れが存在する。一つ目は低気圧の南側から北東へ流れる、湿った暖気の上昇気流である、ウォームコンベアーベルトである。二つ目は低気圧の北側の地上付近を東から西へ流れるコールドコンベアーベルトである。三つ目は低気圧の西側から南東方向へ流れる、乾いた寒気の下降気流であるドライイントルージョンである。 ウォームコンベアーベルトとコールドコンベアーベルトの境界面がダン前線、ドライイントルージョーンとウォームコンベアーベルトの境界面が寒冷前線に当たる。また、一般に前線を境に等圧線が折れ曲がる。これは寒気側が暖気側に比べて相対的に重く高圧なためである。ノルウェー学派のモデルは地上観測から構築されたモデルであるため、 高層観測や気象衛星による観測が発達してくるといろいろな面で問題が指摘されるようになった。閉塞前線は実際に観測された例も少なく実在性が疑われていた。気象衛星からの観測データもノルウェー学派が提唱するような空気の流れだけでは説明しにくい点が指摘された。そこで1980年代にアメリカを中心に 温帯低気圧の詳細な観測が行われ、その結果の集大成として1990年にメルビン・シャピロとダニエル・ケイサーによって提案されたのが、シャピロ・ケイサーモデルである。ノルウェー学派モデルでは、温暖前線と寒冷前線は低気圧の中心で連続していたが、シャピロ・ケーサーモデルでは低気圧の発達が始まると、温暖前線と寒冷前線が分離する。 これを前線の断裂という。温暖前線は低気圧の発達が進むにつれて低気圧の中心の北側を通って南西側に伸びていく。この低気圧の西側に伸びた温暖前線を高屈温暖前線という。寒冷前線は低気圧の中心の南側から南西へと伸びる。ちょうどこの形がティボーンステーキの骨の部分のようであるから t ボーン前線という、ノルウェー学派モデルでは、航屈温暖前線の部分は、閉塞前線と解釈される。低気圧の中心の位置が、ノルウェー学派モデルでは、閉塞前線の末端であるであるのに対し、シャピロケーサーモデルでは、t 字の後点付近であるという違いがある。さらに発達が進むと低気圧の渦に沿って、航空温暖前線が低気圧の中心に、 巻き込まれていく。寒冷前線はそのまま南東に移動していく。ノルウェー学派モデルでは、この時期の低気圧の中心は、寒気段内の渦であるが、シャピロ・ケーサーモデルでは、寒気段内に切り離された、短期界の渦であるという違いがある。シャピロ・ケーサーモデルが提案された後にさらに多くの、低気圧が観測され、また計算機による、 シミュレーション実験が行われた結果、ノルウェー学派モデルに近い低気圧も存在することが確認されている。そのため、ノルウェー学派モデルとシャピロケーサーモデルは、どちらが正しいというようなものではなく、違いのある2種類の温帯低気圧像を示したものと解釈されている。気象衛星の雲画像や天気図を組み合わせると、温帯低気圧がどの成長過程にあるか、 どれくらいの勢力があるかといった、大体の要素を推測できる。鈴木和氏台風の温帯低気圧化における、衛星画像の特徴、気象衛星センター技術報告38号、気象庁、2000年3月、一瞬0388から9653、ニシッドアン00331581、 https://www.data.jma.go.jp/.mscweb/.technotes/.msctechrep38-3.pdf2015 年10月7日閲覧ありがとうございます